山梨県立あたご山子供の国は、山梨県甲府市あたご山にある公園施設。山梨県が管理、運営する用事、児童用施設。園内遊具山梨県営施設として、甲府市内のあたご山2971年5月5日、開園。敷地面積は45万4千平方メートル。山の尾根から中原にかけ、自然の地形を生かした構造になっている。 様々なアスレチック遊具など児童向けの設備が設けられている。なお、園内には同じく県営の宿泊施設山梨県立あた山少年自然の家がある。基本的には、山梨県内の保育園、幼稚園、小学校の学校外教育施設に位置づけられているが、一般にも開放されており、週末などを中心に親子連れの姿が目立つ。所在するあたさんは、 甲府市街地に隣接しており、甲府盆地を一望する園内からは、南アルプスや富士山を望むことができる。また、夜景の名所でもある。JR 中央本線、JR 身延線甲府駅北口2番乗り場より、シャトルバスにて、山梨県立科学館下車。JR 甲府駅、または、JR 身延線近州駅からは、徒歩で行くことも可能。所要時間30分。 以上は、子どもの国の開園時間であり、山梨県立科学館に関しては、該当項目を参照のこと、ありがとうございます。